はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、新しいニュースなんですけど、2023年までに占領シビットを目指すフランスの量子コンピューターベンチャー企業が、32億円のシリーズ A 調達というニュースが出てきてます。でこちらですね、フランスにあるですね、パスカルという会社なんですけど、ベンチャー企業ですね、量子コンピューターのハードウェアを作ってます。で現在ですね、100量子ビットのマシンが動いていて、今後2023年までに1000量子ビットのマシンを目指すということをアナウンスしています。で最近量子コンピューターのハードウェアのですね、発展すごい目覚ましいですよね。これ他にもニュースあるんで紹介したいと思うんですけど、今回は特にヨーロッパ市場ですね、最近非常にヨーロッパの量子コンピューターハードウェアが非常に勢いがあります。それに合わせてソフトウェア企業もものすごい勢いをですね、得てます。そういったですね、フランスとか最近注目されているオーストリアとかですね、これまでハードウェア出してこなかった EU の各国がここに来てですね、非常にですね、量子コンピューターのその戦略をですね、ってハードウェア出してきてます。で特にですね、多分今後ですね、僕の知ってる限りだと一番ですね、オランダとかはですね、非常に量子コンピューター強くて、インテルとかが一緒に組んでるんですね。で最近はインスブルック大学オーストリアの方でも24量子ビット全結合のイオントラップマシンというデスクトップサイズのサーバーラック型のですね、マシンというのを発表しています。で常温動作できるサーバーラックマウント型のその普通に小型設置できるマシンというのを提供しているんですけど、このパスカルはですね、100量子ビットマシンをさらにですね、サーバーラックかどうかわからないですけど、すでにですね、スタンドアローンで販売して納入しているということで、ドイツですね、オンプレで導入されることになってということで、すごいですよね、現地設置ということで、これですね、方式が今までの方式と違ってて、リュードベリ原子というものを使った原子系の量子コンピューターになっていて、これ超伝導方式とはまた違っている冷却電子と呼ばれるものですね。でなので今回はですね、今後はですね、今までは電子超伝導が流行ってたんですけど、最近はですね、イオントラップやリュードベリ原子系がすごい流行っていて、アメリカでもですね、リュードベリ原子を使ったようなスタートアップっていうのは結構出始めてます。なので量子コンピュータ業界は本当に2021年はですね、結構踊り場に来ていて、こういったヨーロッパの勢いが非常に強いですね。でかつですね、フランスのマクロン大統領はそのヨーロッパだけじゃなくて、フランスのですね、18億ユーロですね、およそ2346億円という巨大な予算をですね、量子コンピューターにかけて、フランスはですね、量子コンピューターの性能を非常に上げるということで、ソフトウェアとハードウェアが非常にですね、進んでます。で、今日本はですね、結構頑張ってるんですけど、ちょっとフランスがですね、結構すごいですね。で、オランダとかデンマークとか、そしてオーストリアとかですね、最近はスペインもすごいソフトウェアの企業が増えていて、でイギリスは単体でものすごいですね、数のスタートアップや、その資本、予算を持っています。でこういったそのいろんなですね、科学技術の発展というところで、もうようやくヨーロッパがすごい力をつけてきたということで、こういったですね、100量子ビット超のマシンって日本でもなかなかないですよね。日本でも100量子ビット超のマシンって今ないんで、こういったですね、新しいマシンっていうのをどんどんハードウェアとして出してくるっていうのは、非常にハードウェアの進捗としてはいいかなと思います。で今後もですね、ヨーロッパのニュースはものすごい増える予定になってまして、フランスとかですね、スペインですね、今のところはですね、空白地帯はですね、完全にイタリアなんですけど、イタリアですね、量子コンピューターをやる実力でありながら、今のところですね、あまりニュースがありません。ただ時々ですね、イタリアのクライアントですね、鉄道会社ですとか、あとスーパーコンピューターのですね、分野でイタリア人でやってる人もいるんですけど、あとスタートアップもですね、量子コンピューター専用はないんですけど、ちょこちょこ普通のデータ企業が量子コンピューターを始めたりとかしています。なので今後ですね、非常に注目株としては、スペインのソフトウェアで、フランスはですね、ハードウェアとソフトウェア。で、今回のパスカル以外にもですね、フランスは実はですね、非常にですね、いいハードウェアを作ってるんで、今後ですね、フランスがですね、こっからですね、ちょっと量子コンピューターの追い上げっていうのが急激に来るかなと思います。これはですね、フランスのマクロン大統領の2300億円におけるですね、非常に大きな額の量子コンピューターへの投資というのもかなり影響をしています。であとはですね、オランダですね。そして最近はですね、ドイツもかなり力を入れてまして、フォルクスワーゲン社、BMW、バスフですね、あとボッシュですね。非常に多くの企業がこういったですね、量子コンピューターの活用っていうのを、実現しています。なので今後はですね、今まではアメリカ一強だったんですけど、最近 EU がかなりですね、追い上げをしてきているんで、日本もですね、アジア圏ちょっと負けてらんないなということで、ちょっと頑張りたいと思うんですけど、なんとかですね、みんなで頑張っていければいいかなと思います。で、ぜひですね、ちょっとヨーロッパのニュースにですね、非常に力をですね、
入れて、まあ、ちょっと様子を見ていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回は以上です。